沢光雄は、日本の射撃競技選手、実業家。クレイ射撃選手としては1964年、東京オリンピックに出場したほか、各種国際大会で活動した。沢昌司社長、日本クレイ射撃協会会長などを務めた、愛知県名古屋市出身、名古屋商科大学附属高等学校卒業。少年時には弓道を行っていたが、そこから、 空気銃に凝るようになり、やがて散弾銃で漁を行うようになった。クレー射撃を始めたのは18歳頃のことという。20代より各種国際大会に出場。1964年東京オリンピックにクレイビジョン種目で出場し、15位。1967年にはアジア射撃選手権のトラップ種目で6位入賞。1995年には SF 世界射撃選手権及び SF ワールドカップにトラップ種目で出場。SF ワールドカップには2002年にも同種目で出場した。実業家としては、名古屋を中心としては高級喫茶店、ホワイトベアや焼肉店、イマナステーバー、ライブハウスなどを展開していたが、60代半ばより様々な役職を退いた。国際永久ドライバーを取得し、 名古屋モーターショーの前身となるイベントの創設に関わるなど自動車に対する趣味も深い。ありがとうございます。